わけよ。はい、今日から2日間 Vlog を撮っていきます。今日は寒いのでちょっとあのカーデの上にジャケットを羽織ってるんですが、今回はね、あのいつも私がゲットリーとかでも載せてんのかな、ナルカっていう韓国のヘアケアブランドがあって、それのタイアップ動画になってるんですが、ナルカ普段からもうめちゃくちゃずっと愛用してて、日本上陸ちょっと前ぐらいからかな、愛用しててすごく大好きなんですけど、イズムにも今からイズム行くんだけど、カラーとカットとセットなんだけど、イズムでもあの自分のナルカを置いといて、あのアレンジの時使ってもらってるぐらい使ってるので、まあ、とりあえずイズム行って髪染めます。めっちゃプリンなの。行ってきます。染めて毛先を切ってもらってます。短いのに真ん中を切る。前髪はそのまま眉毛も染めました。はい、今からマックスマーラーの DJ があって、今から化粧をしたりしなきゃいけないんですが、そんな前にお腹が空いたので作り置きしてたお味噌汁、と大阪で買ってきた551のシューマイがあったので、チルドのね、それをちょっと食べて急いで化粧して向かいます。 DJ なのでセットも組まなきゃ、だからあんまり余裕がないの。最近はお味噌汁いっぱい発酵だから飲むようにしてて、作って3日とか4日かけて飲むみたいな。洋食のパスタとか自炊で作ってもお味噌汁を飲むようにしてます。で、綾野がね、自家製の味噌を作ったやつをくれて、そのお味噌でねお味噌汁作るとめっちゃ美味しいの。シューマイ、美味しい。シューマイ口臭くなっちゃう。美味しいな、やっぱり551って美味しいよね。香港で買ったXO醤もつけたりしちゃって、今日は DJ の後久々にみちちゃんとご飯行くのね。すぐ会おうって言ってたんだけど、お互い忙しくってさ全然会えなくて、今日ご飯行くからご飯に行くのにこれ食べてます。はい、ということで食べていきます。はい、今お化粧してるんだけど、ナルカのチークを使いたいと思います。じゃん。これをね、あの、まあ、指でカジュアルに塗ることもできるんだけど、ブラシを使ってもうポンポンポンと、もういつもの感じだよね。結構なんだろうな、練りっぽい感じで伸びもすごくいいし、ツヤ感も出るので、私はパウダーの後にねやっちゃってるんだけど、全然パウダーがよれたりすることもなく、すごく使いやすいです。で、口にもこうやって立派なチークなので、色もねめちゃくちゃ肌なじみが良くって、自然なこう口の血色感が出るので、私はこのベリー系の色の方が好きなんだけど、多分一般的によく売れてるのはこっちなんじゃないかな。こっちのピンクの方の色、これはねポピーナリっていう色。こんな感じでつきました。はい、ということで、ただいま DJ に向かってます。マックスマーラーの DJ です。メイクはこんな感じにしました。ちょっと今暗くてね、ライトがあんまりよくわからないんですが、こんな感じにしました。行ってきます。前髪にもね、ナルカのマスカラつけたんだけど、取り忘れました。で、あのつけたからちゃんとこの束感が固まってていい感じなんだけど、取ってないので全然伝わりません。ということで行ってきます。到着しました。すごい大掛かりなイベント。じゃーん、 DJ が終わって、金髪のこんなに可愛いみちちゃん、今日もライティングが最悪です。あ、ここいい感じ、かわいい。髪の毛が金髪になったみちちゃんを初めて見ました。え、前回私見れなかったからさ。そうですよ、ね、そうだよ。あ、こっち向くとライティング短くてやっと会えました。そうだね。しかも私たち3日後から一緒にミラノなので、はい、ミラノも金髪みちが堪能できます。
今日は久々にキャッチアップしてます。いただきます。いただきます。これ Vlog のバイバイをじゃあね、3日後ね。バイ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 。ということで、みちちゃんとキャッチアップして、今から一旦帰ります。髪もねセットしたので、シャワーを浴びたりやることがいっぱいで、やっぱりね、なるか使ってるから、この前髪の束感とここにちゃんと残ってくれてて、やっぱりマスカラ使うと仕上がりが違うなっていう感じでした。ではでは、一回帰ります。私は車なので、バイバイ。はい、ということでお風呂から出ました。マジですっきり。髪セットしてたしね、いろんなものをつけてたので綺麗に洗い流しました。でですね、私動画に出すのはもしかしたら初めてかもしれないんだけど、なるかのヘアミルクをドライ前に使うとすごく調子よくて、で私のおすすめの使い方としては、ドライ前に使うのもすごく、見せるね、おすすめなんですが、お団子とかするときに、これトリートメントなんだけど、スタイリングみたいな感じで濡れ感出してつけるのもすごくおすすめで、こんな感じの、すごくなるか本当にパッケージとか、なんだろう、ブランディングがめちゃくちゃ可愛くって、これも普段から愛用してるものなんですけど、スリックヘアミルクっていう名前で、まあ、適量取って髪になじませます。結構私はたっぷりめにね、こうつけて髪になじませて、基本毛先だね。で上も結構、まあ、ブリーチ全体してるから傷んでるので、この手にちょっと余ったやつをこう上の方に揉み込むような感じで私はつけてます。で熱ダメージをケアできるのもそうだし、寝起きのボサつきだったり外出時の広がりとかも整えてくれるようなアイテムになってます。でブラシ通していく。で香りもねすごくよくって、ジャスミンとオレンジブロッサム、結構ジャスミンの香りが強くて、ジャスミンすごい好きだから、すごくいい香りです。もう前髪は気にせず、ドライの時はもう前髪は普通に分けて乾かしてます。ちょっとドライはね、テレビ見ながらゆっくり乾かしたいと思います。ブラシするとまあこんな感じです。でよく Get Ready With Me で使っているこちらのオイルは、セットの時にすごい、私みたいな乾燥毛でもしっかり濡れ感が出て、あの濡れ感がちゃんと持続するので、それがすごく好きなポイントで、もう本当に何本目か分かんないぐらいこんな感じでいっぱい使ってて、ここにも今空き瓶があって、あのラメが入ってるようなシャインタイプのものもあるんだけど、今はラメの入ってないタイプ、これはなんかちっちゃい方は旅行にもいいんだけど、今はもうこの大きい方を旅行にも持ってっちゃってます。ではそんな感じで髪をまず乾かします。怖いでしょこれ。でここを開けると暗くなります。でテレビつけてます。え、今地獄が呼んでいるを私は見てるので、地獄が呼んでいるのシーズン2を見ながら乾かします。けどシーズン2を全く、シーズン1をそもそも全く覚えてないからって感じです。はい、今ドライが終わって、こんな感じでまとまりある、本当にこれドライヤーかけただけなんだけど、まとまりある感じに仕上がってます。明日の朝もねこんな感じで、綺麗が続くので、また撮って明日の Vlog も撮っていきたいと思います。ではおやすみなさい。はい、ということで今からなるかのね展示会かながあるので、それに行ってくるんだけど、ちょっともう適当な髪のセットをしていて、オイル使っていきます。もう今日はほんと適当にちょっとアイロン通しただけで全然うまくもいかなかったんで、雨だしもういいやと思って、で濡れ感もセットしてるわけじゃないので、もうほんとちょこっとだけ濡れ感出す感じで、こうツヤが出ます。こんなに乾燥毛なのにちょっとの量でこんな風にツヤが出るので、すごい大好きなんだけど。で前髪どうなってるんでしょうか。はいはい、大変ねえ、まあ、私出なきゃいけないんだけど、お、お、意外と意外と意外といけたかも。あ、意外といけた。で黄色の方のマスカラします。でちょっとアホ毛ちゃんを、結構これあの固まる能力高いので、アホ毛をこうやって抑えるのにもいいし、なんかニュアンスの前髪とか出すときにピューってやるのも、昨日とかそれで使ったんだけど、
もいいです。はい。では、ちょっと、すごい大丈夫なのこれ。まあ、いっか。では、着替えて行ってきます。はい、ということで今ヒカリエで開催されてる展示会、ナルカの展示会に行こうと思ってたんですけど、ナルカの代表の方が今日本に来てるということで、実際にご本人から商品の説明とか、もともと私も使ってるんだけど、詳細なことをお聞きできるってことなので、今からナルカの代表の方に会ってきたいと思います。みんなにも代表からちゃんとした言葉で商品の良さだったりとかを伝えられたら、よりみんなが興味持ってくれるんじゃないかなと思うので、伝えていけたらと思います。レッツゴー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。アリサイムニダ。こんにちは。お願いします。お願いします。私もずっと日本に来る前からこの使わせてもらってて、もう本当に全部めっちゃ好きで、日本でも絶対流行るなと思ってたら日本にも上陸してすごい嬉しかったんですけど、商品のことをちょっと詳しく聞けたらと思います。3分総理。ね。일단가장메인제품은이제헤어마스카라너무좋아요아감사합니다 일본에는한쪽에만브러쉬있는헤어마스카라대부분인데나르카는양쪽에브러쉬가있어요듀얼타입이쪽브러쉬로는이제넓은면이제픽싱해주고한쪽은이제헤어콘모양으로생겨서한올한올이렇게싹그어가면서디테일만드는그런역할을하는한국에서는그 K-POP 아이돌들이많이쓰는제품으로되게유명해요네그리고이제케어제품류에서는이제헤어에센스가있고요텍스처는가벼운데발랐을때굉장히얇게코팅이돼서이제부드러움이나매끄러움은절대뒤지지않는그런제품이에요케어나온ですか네스타일링은아까의艶出しで使ってました아이거케어제품이에요발랐을때모발속까지단백질채워주는그런성분이있어요ドライブ、ドライブ하는앞에네네네そうなんだ드라이하기전에젖은머리에서먼저발랐을때모발속까지더쏙쏙잘들어가거든요한국에서도그렇게추천많이해드리고있어요네그리고요향기가일본에서는많이없는향이라고하더라고요달콤한꿀이랑그다음에꽃향기그다음에싱그러운과일이런향들이같이들어가있어요나르카시그니처향입니다나르카의시그니처향이가오리가되게좋아요그리고이제오일보다는조금더이제좀더이제수분제형에가까운그런애프터트리트먼트그러니까리브인트리트먼트고일본에서는헤어밀크로유명한제품이죠저희도머리마르기전에쓸수있고또이제품또특별하게마르고난후에발랐을때는머리가조금매끈하게스트레이트하게그정리가되는또기능이있어요こうピシッてするときにこれを塗ってこう濡れ感を出して止めてその使い方もすごい好きでやってる맞아요정확해요그렇게되면그래서말씀하신것처럼이걸로이렇게스트레이트하게묶고마스카라로싹싹빗어서이렇게슬릭한스타일완성하는데도되게좋은그런제품입니다그리고이제요거는인바스제품인데이제저같이그이거블리치탈색이라고하나요이렇게손상이심한사람들을위해서아주고기능성그런케어제품이고헤어팩입니다뭔가どのくらいの量使うのが適正量ですか맞아요 아리사님처럼긴머리일때는500g 어そんな飲んでいいんだ저짧은머리정말정말요만큼100원짜리동전만큼이렇게많이쓰지않아도괜찮은제품이에요그리고되인다그리고보통이런헤어팩제품들은바르고난다음에10분15분동안되게오랫동안방치하라고하거든요바르고이렇게조금만져놓은다면바로씻어내도영양성분이되게빠르게침투하기때문에이바쁜일상속에서쉽게더활용할수있다쉽게쓸수있다이런장점이있어요使ったことありますもちろん오잠깐만잠깐만すごい使ってる ほらすごいカラカラ대단합니다진짜엠프티네완전 그다음에이제마지막으로나르카헤어브랜드인데헤어제품만나오냐하면또특별한제품들이있습니다이제나르카는사실그런자연스러운아름다움을표현하고싶은브랜드거든요그래서이마치그좋아하는사람을만났을때이제되게볼이빨개지는것처럼자연스러운생기를표현하고싶어서이제립이랑치크에되게자연스럽게사용하실수있는밤이고스킨케어성분이들어가있어서이제피부결도조금더건강하게정리해주는그런기능이있습니다마지막으로이거멀티밤인데일본에서는그런그이런밤텍스처를
이렇게 스타일링을 표현할 때 되게 많이 쓰시더라고요. 그런 아이템들 보면서 영감을 받아서 만든 제품이에요. 이렇게 해서 요만큼, 요만큼 해서 손끝으로 이렇게 살짝 녹인 다음에 그 요렇게 머리끝에 아~ 웨트 텍스처 그리고 요 큐티클 그다음에 여기 건조한 부위 진짜 20년 동안 머리 탈색했거든요. 네, 진짜. 서운하네. 네. 근데 제가 좋은 제품들 되게 많이 써봤는데 파우치에 들고 다니고 싶은 그런 감성적인 되게 갖고 싶은 제품 헤어 제품이 없는 거예요. 그래서 헤어도 이렇게 예쁠 수 있다를 보여주고 싶어서 이제 굉장히 감각적인 디자인으로 이제 만들게 되었습니다. 진짜 패키지 뭐 可愛くて 나이스. 네 맞아요. 그러니까 립스틱은 다 예쁘게 생겼잖아요. 그렇죠. 보통의 그런 컬러 아이템들 되게 예쁘게 생겼는데 꼭 헤어 아이템들은 되게 좀 투박하게 생겨서 그게 되게 아쉽더라고요. 그래서 디자인 되게 예쁘고 되게 갖고 싶은 느낌이 날 수 있게끔 고민을 많이 했던 것 같아요. 뚜껑만 해도 다 맞아요. 디테일도 있고. 되게 패키지도 그렇고 이런 부분들 되게 재밌게 잘 만들었던 것 같습니다. 그런 비주얼とか 인스타도 전부 대표가 브랜딩이 되다. 디렉션 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐, 그게 정말 可愛すぎて 私その実は噂で聞いたのが代表がもともとヒンスの何クリエイティブディレクターとか最初の立ち上げからやってたって聞いて、うん、でヒンスのビジュアルとかもめちゃくちゃ可愛いし、うん、その人がヘアケアブランド始めたって聞いて、うん、良くないはずがないと思ってこの3つを最初めっちゃ使っててビジュアルも可愛いしインスタもめっちゃ可愛いし本当に可愛いんです実は私あの下着のブランド始めた時に、うんあの代表に撮影のディレクションお願いしようとしててで韓国と日本だったからちょっとスケジュールが合わなくてそのくらい私あの代表が作るビジュアルが大好きなんですああ、でも自分で言えた今度、next time 언제든지도와도와도와드릴수알려주세요韓国で撮影する機会があれば全部アレンジしますお願いしますやった聞きました皆さん約束합니다네다음에한번나르카에서도특별모델로한번같이할기회가있으면되게좋겠습니다아お願いします아진짜今ロフトとプラザに多分展開してると日本だとしてると思うんですけど EC サイトとなんかロフトとプラザに置くにはちょっくん高いかなと思うんですけど、ね、値段はこのまま行く感じですかあまあなんか知っている通りナルカの代表はなんかクリエイティブが高いし今全部これを新しく生産してたし全部オリジナルオリジナルで特にこのデュアルブラシはナルカの特許を持っているねすごい처음가격은약간어느정도조금이제아주대중적인제품보다는살짝있는편인데일본에서더많이사랑받고싶어서조금더가격을조정하는부분을고민하고있습니다でもはいはいこの間私のなんかフォロワーさん向けに500円オフのクーポンとか出していただいたんですけど어떻게でもみんな見てるみんなが喜ぶかもしれない어떻게하죠대표님네일본에서많이사랑받기위해서는 그래도아리사님제안해주신것도조금조금조금, 조금괜찮아少しでも大丈夫ですか少し、少しとはねえ조금은조금하는걸로네はい고민해보겠습니다調整する本当ですか考慮します네アリさんやばえ、じゃあちょっとそれ、ね多分動画公開する頃までにじゃあ調整お願いします。なんか4さん今月入ってからで頂上はしゃいでよ。けどこのマスカラはちょっと難しい。もう特許取っちゃってるしね。ですよ。じゃあマスカラ以外でお願いします。ね。ああ。落ち着いてくる。ねえまだよ。初めてなるかも。科学を調整しますね。なるあアリサさんのせいで。言ってみるもんですね。はい。ね。ありがとうございますしかもこの全部オリジナルでボトルとか容器とかも作ってて、うん、この製品の良さは多分使ってみてもらったら分かると思うからそれが価格がちょっと下がったってなったら多分リピートしてくれる人も増えそうなので많이사용해보셨으면좋겠습니다
皆さんたくさん使っていただけると嬉しいです。マニマニサランヘチュセヨン。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。見てください。やっていただいてこんな感じで全部ヘアマスカラ以外は今回使ってなくて前髪のこのニュアンスだったりとかこのカチモリのこの毛先とかにも全部マスカラを使って、この辺の全体的なアホ毛とかもマスカラで抑えて作ってもらいました。今っぽい、しかも多分簡単に自分でも、私は毛量が多いからアップが大変なんだけど普通の子だったら多分自分でも簡単になるかを使ってできるようなヘアスタイルにしてもらいました。はい、ということでこんな感じに可愛くなるかでね、今ソファーに横になっちゃってたのであれなんだけど、可愛く束感とかニュアンスヘアを作ってカチモリで作っていただいて今からシャワーを浴びます。展示会1日だけの関係者限定のものだったんだけどすっごく可愛くて、本当に代表がめちゃくちゃクリエイティブが素晴らしくて、インスタとかもめっちゃ可愛いし世界観の表現がすごくセンスがズバ抜けているので、重機とかだったりとかもねすごく可愛くて、初めてこう世界観っぽいものを見たんだけどさすがだなというふうに思いました。ではお風呂入ります。はい、ということで今お風呂から出て今日もね、なるかのミルクをつけていきます。じゃん。これは今日の説明でもあったようにドライ前に使うこともできるし、スタイリング私はそのピッていうひっつめの時とかにも結構使ったりするんだけど、そういう使い方もすごくおすすめです。でやっと今日代表に会えて、もちろん存在はしてたし、それこそアウグのそのビジュアル今日も打ち合わせで話したんだけどとかお願いしたけど、私本当に彼女の作るビジュアルだったり世界観とかもすごく、もちろんプロダクトもなんだけど大好きで、で実際にお会いして人柄もとても素敵だったし、代表そのものづくりをしたご本人から聞ける機会ってさなかなかないから、だからみんなにもそういうのを知ってもらいたいなと思って動画を回して、そう代表に会っていろいろ聞いたら、もっとね一人でも多くの方に日本でなるかを知ってもらって好きになってもらう、私もお手伝いができたらいいなっていうふうにすごく思ったので、ぜひぜひ皆さんも本当にものがいいので、でまさかの値下げも言ってみたらなんか値下げ成功みたいになったので、お安く買えるようになるので、ぜひぜひここからチェックしていただけたらと思います。で新価格になる情報とか価格の改定とかは概要欄に書いてあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。リンクも概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしていただけたらと思います。でプラスインスタも私はすごくおすすめなので、ぜひ自分のインスタのフィードの参考とかにもなるかもしれないのでチェックしていただけたらと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。今回はなるかの提供動画だったんですけど2日間の Vlog をお届けしました。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。